When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. おはようございます、本日はですね、愛知県名古屋市のポップアップの、Vlog 3日間を見てもらいたいなと思います。もう今現時点で愛知県についてるんですが、見てください、このように試着室を作っております。そしてこの試着室が完成したら、ちょっと一通り見てもらいたいなと思うんですが、そこまでまずちょっと瞬間移動したいなと思います。では行きますよ、せーの。はい、ということで無事設営終わりました、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一応ね、7時じゃなくて5時を目標にやってたんですが、残念ながら6時だったな。本当だ。4時間ということで、前回大阪でやった時は夜の10時半までやっておりましたので、まあそれに比べるとちょっと早くなったかな。ということで、さっきね、試着室が完成した時に嫁がずっとうなぎの話してたと思うんですけども、うなぎ行くんですよね、今から。はい。楽しみ？楽しみ。早く早く。なんていうとこ？わかんないけど。行こうよ、早く。行きまーす。はい、ということでご飯行ってきました。やばいじゃん。うなぎはどうでしたか？美味しかったです。美味しかったですね。今が時刻が何時くらいですかね。7時42分なので、明日に向けて寝たいなと思います。ではまた明日お会いしましょう。じゃあ今の心境始まる何分前ですか？1時間前。1時間前。まあそうですね、今から飯食いに行こうと思います。愛知やから、昨日をひつまぶし食べに行ったんで、今日はどこに行こうかというと、なんか近くにうまい店結構あって、まあ、僕は行きたくないんですけど、台湾料理のところが、嫁が行きたいらしいので、まあ、この3日間のうちどっかで行くんちゃいますか、弟と一緒に。まあ、僕はその時ラーメン行きたいなと思いますが、まあ、そんなこと言いながらね、やっております。嫁蔵さんがいろいろ今準備して大変そうですわ。こっちはもう準備 OK かな。はい、OK ですね。では今から飯行きます。トイレ行こうかな。まだやね。ちなみに嫁蔵さんどうですか？昨日をうなぎ食べたので元気です。今日もレジをミスらないように頑張りたいと思います。はい。夢蔵さんだいぶ緊張してるからね。気合入れてるからね。え？気合入れてるからね。そこはね、そこはね、こっちだよ。松井もペンを押してね。言わないでよ、こんなに。はい、あともう1分2分前ですけど。いやー、楽しみですね。まあ、ぼっちらね、やりたいなと思います。4時間もあるからね。まあ、ぼっちら楽しみたいなと思いますので、行きまーす。レッツゴー。皆さん、お待たせしました。ちょっとコーナーもあるんで、2組ずつ入っていってもらって、で出たらまた入っていくみたいなんで、NASA の宇宙服にも使われているんですけど、その中が、カラーって、はい、そこ履いてないんで。あ、本当ですか？はい。YouTube で見る拓造さんより現物の方がすごいスタイリッシュでした。はい。2人とも喋りやすいですし、親しみやすいキャラクターというか、はい。で、これからも応援したいなと思います。あの、名古屋市内です。市内から。はい。初めてね、嫁造さん顔見まして、綺麗な方で。そうですね。拓造さんも2枚目で、弟さんも。
まあ、いろいろご病気のこともあってね、ご苦労されてると思いますけども、まあ、今非常に皆さんね、YouTube 見て、これだけ皆さん来られてますので、応援してますので、頑張ってください。いやいや、もうこんなに待ってる方がいるとは思ってなくて、こんだけやっぱ人気あるんだなと、びっくりしたんですけども。発声なんかありがとうございます。いえいえ、嫁蔵さんもやっぱりやっと今まで声のみしか聞けなかったんですけど、あんな可愛い方だと思わなかったんで、びっくりしました。いや、これからもなんかいい商品作ってもらって、また名古屋に来てもらえたら、また購入したいなと思ってますんで、頑張ってほしいです。名古屋です。はい。名古屋から来ていただいて。はい、いや、もう、見たまんまっていうか、かっこいいな。いやもう本当にオーラがあります。まあ喋ってる感じも動画のままで声まあ雰囲気いいしおしゃれやし、パーカー欲しかったんですけど、また今度買います。悪くないなと思いました。これからも頑張ってください。応援をしまくってますんで、よろしくお願いします。動画で見たことあるものがたくさんあって、ちょっとワクワクしました。いつも動画見て、元気もらってます。これからも頑張ってください。実際生のタクソーさん見れたんで良かったです。あ、本当ですか。嫁蔵さんも見れたんで、ポップアップ目的両方です。帽子も欲しかったですし、お二人にもお会いしたくて、ありがとうございます。これからも動画見てますんで、頑張ってください。いやー、もう生のタクソーさんに会えて面白かったです。良かったです。はい、かっこよかったです。目元だけ見たんですけど、可愛かったです。めっちゃ可愛かった。これからも動画楽しみにしてますんで、頑張ってください。すごい雰囲気が、躍動さもかっこよくて、みんなさんも可愛くて、通る人がみんなイケメンがいるって言って通ってましたよ。朝の会をコーヒー飲みながら見てるんだけど、黒い T シャツにこの辺白いのがいっぱいついてるから、それだけ気になってずっと見ちゃいます。YouTube で見てるよりイケメンでしたね。本当ですか。息子と嫁でいつも拝見してるんで、これからも頑張ってください。白蔵さんに会えたのと、あと嫁蔵さんに会えたのと、あと弟さんに会えたのも非常に嬉しかったし、YouTube そのまんまでしたね。はい、いやもう白蔵さんはやっぱイケメンでしたね。画面で見るのと、あと嫁蔵さんも可愛らしい方で、声そのまんまで。街ですれ違っても分かるような感じでした、ね、もうしばらく YouTube 上で応援してますので、今後も毎日楽しみにしてますので、引き続きこんな世の中ですけど頑張って世の中明るくしてください。お願いします。無事初日終わりましたね。ぴったり今、はい、いやー楽しかったよ。しかし疲れたけどね、疲れが飛ぶぐらい楽しかったっていうことと、あとトイレがずっとしたかった、4時に走っていきました。ギリギリ漏れへんかったけどね、していただいて、暑い中ね、待っていただいて、本当にありがとうございました。では、この後はご飯の映像に移ります。どうぞ。嫁蔵さん、どうでしたか。はい、名古屋1日目、本当にオープンからラストまでずっとお客さんが来てくれて嬉しかったです。明日も頑張りたいと思います。ありがとうございます。今行こうとしてたのが2個見てしまってる。もしかしてあなたが定休日男さんですか。そうなんです。営業してると思ったらね、残念ながらしまっておりました。だから味噌煮込みうどん食べたくない。あ、いいよね。そのために黒の服に着替えたからね。お疲れ様でした。やっぱいつも食べてるとこちょっとちゃうわ。うまい。はい、では先ほどあと2分ぐらい前。そうですね。今日はちょっと昼飯はね、嫁蔵はもう昨日いろいろ差し入れもらって、そのパンとかを今日は食べてたんで、もう昼ご飯いらんって言ったから、弟と一緒にすがき焼いてきました。兄弟で夏休みな、小学校の時よく行ってたよな。懐かしいな。イオンのフードコート。そうそうそう、フードコートな。俺、ばあちゃんと一緒に行ってラーメンおかわりした。あんたまだ来んかって言われて。今日は大盛りを食べてきましたけどね。あともう何分？
もう2分ぐらい1分2分、うん、で仕上がるということでね、ラスト2日目ラストなんですが楽しんでいきたいななんて思ってます。今日はめちゃくちゃ暑い中来ていただいてありがとうございます。はい、本日はですねどうも拓造を喜んでるということになっておりますっていうふうに書かせてもらって、あとは読み方からお伺いしてもらってます。いつも思うんですがこれは何なんでしょうかと思うけども、書いていただいております。梅蔵さん何か一言ありますか。今日野球の優勝したので嬉しかったです。盛り上がっちゃいました。今日めちゃくちゃ暑いけど今日も頑張りたいと思います。すいません、お待たせしました。暑い中もう出来上がってからずっとこれパン、そうっす。うーん、そうですね、バスト、エリート、スネリー、あー、肉のポトみたいな。そうですよね。もう、国の件は出来ました。今日は1度目かな。いや、やっぱ、あれですね。緊張しましたね。やっぱ、いい着たものはありました。いや、やっぱ、あれですね。違いますね、画像とは。まあ、でも、拓造さんに、まあ、会えるっていうので来たんで、すごく、まあ、よく自分は良かったかなと思ってますね。可愛かった。うん、梅蔵さんは可愛いし、拓造さんは顔小さいし、うん、まあ、かっこいい方でした。まあ、本日はですね、たくさんに会えて本当に良かったです。また名古屋遊びに来てください。生のたくぞうさんに会えてめちゃめちゃ嬉しかったですし、なんか気さくに話してくれて本当にいい方だなと思いました。であとは梅蔵さんにも生で会えて、あ、こんな方だったんだっていう印象もあったので、すごい楽しいトップアップでした。尊敬してますんで頑張ってくださいって感じですかね。いや、生タクゾーだね。弟さんもね。めっちゃそっくり。ありがとうございます。タクゾーさんのおかげで、これからも頑張れると思うんで、ありがとうございました。普段会えないね、皆さんに会えて、まず嬉しかったのと、人がいい。ね、もう第一印象そこです。羨ましいご夫婦だなって見てて思いますし、思ったので、これからも頑張ってほしいなと。拓造さんイケメンでしたね。めちゃめちゃイケメンでした。動画通りって言ったらあれですけど、はい、動画の通りだったなって。なるほど、その雰囲気とか、ね、雰囲気とか、はい、すごい物腰柔らかくて素敵な人たちだなって弟さんも含めて思いましたね。ありがとうございます。本当辞めちゃったらすごいもう悲しくなるんで、ずっと長くやってほしいなって思います。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。特に T ショーがね、動画見たまで気になって、うん、実際触ったらすごい触り心地も良くて、うん、もうすぐ欲しくなりましたね。可愛いし、嫁ぞ可愛かったな、うん、すごいサイズ感とかをすごい、ね、上手に説明してもらって分かりやすかったし、フォローも良かった、ね、よかった、うん、サイズが違った時とかの、ね、うんうん、これからも楽しい動画を待ってます。生のタグゾーさん、嫁ぞさん見れて良かった、嬉しかったです。はい、動画楽しみしてますんで、まあ、無理のないように続けていただきたいなと思いますんで頑張ってください。いや、めちゃめちゃ喋れてよかったです。嫁蔵さんの顔見れたんでよかったです。いつも動画で見てるんですけど、まあ、動画で見るよりもすごいかっこよくて憧れました。はい、動画では見てたんで、はい、ちょっと気になってた T シャツをゲットしに行きました。はい、で嫁蔵さんは見たことなかったんで、はい、まあ、拓造さんは動画でずっと見てたんで、はい、涼しいです。はい、これからも、はい、どんどん YouTube の方アップしてください。はい、応援しています。頑張ってください。今3時半どうですか、拓造さん。いや、疲れたね。あと1時間半、ありがたいことにいろんな人に来てもらってね、膝がガタガタ震えております。疲れて、もう心は満たされてるんやろうけども、ちょっと体がね、ついていかへんという状態になってはいてるんですけども、ほんま遠いところからね、遠方からも来てもらったし、もちろんこの名古屋市内の人もいてはったりしたんですけども、いや、一番意外だったのが、小学生とかその親が見てて子供を見てますよみたいな話をしてて、子供も一緒に来てくれて写真一緒に撮って、あ、初めてその子供からの需要をいただけたなというところでね、嬉しいななんて思います。はい、どうですか、あと1時間半。私も同じ場所、ガタガタですわ。もう、それ。あ、サンキュー、そうですね。サンキュー。こっちも。で、京都から。前回ね、大阪の時も来ていただいて、はい、そうなんです。今回、名古屋のポップアップも来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。
そうですね、名古屋も結構いい感じで、やっぱ T シャツも取り出しまいましたね。ありがとうございます。いや、僕ね、1回目も思ってちょっと緊張して言えなかったんですけど、やっぱあの男前ですよね、なんかそういうヨメゾーンも結構可愛らしい感じで、直接いつもYouTube で拝見してる拓造さんと、あと顔の見えない嫁造さんに会えたんで、それだけでもなんか来た回あったんで、なんか思ったよりやっぱ実際会うとかっこいいなと思いました。でなんか最近あの先週初めてキャンプ登山行ってきたんですけど、こうキャンプにも結構興味出てきたので、これから拓造さんもなんかキャンプ出し始めてるので、そちらの動画期待してます。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。